天間基地の移設問題で平野官房長官は鹿児島市内で徳之島町の町議会議員5人と会談し、一部訓練の移転について沖縄の負担を分担してほしいと理解を求めました。日本国全体の問題ですから、これからもそういう思いを含めて、議論をする、あるいは、協議をする、こういうことをぜひお願いをしたいということだけを申し上げました。島民の声としては大変厳しいということは聞かせていただきました。昨夜自衛隊機で鹿児島入りした平野官房長官は、一部訓練の受け入れに前向きな徳之島町の町議会議員5人とおよそ1時間半にわたって会談しました。会談で平野長官は、一部訓練の移転について全国民の問題なので、ぜひご理解をいただきたいと協力を要請しました。ただ日米での実務者協議が継続中であることから、具体的な移転内容や規模については言及しませんでした。町議らは政府側の説明を町議会に持ち帰って報告するとしています。また町議側によると、振興策について今後も協議を続けることを確認したということです。